これこれ魚魚魚連発連発、あ食うかも食うかも、食った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 、よっしゃ食った食った食った、一発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 、でかいでかいでかい、やった食った食ったぞ、連発だ連発連発、うわよっしゃ食った、よっしゃよっしゃ、これは顔でかっ、やった取ったぞ、取った、でけえ、でかでかでか、いやこれ6いったんじゃない、6あるっすよ、6いったんちゃう、これあるっす、スペースモンキーズ TV、 はい、それからスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ2020年最後の動画になりますね。今回はですね、5年間総移動距離で言いましょう、地球4周半、全国もしくは海外に行ってまでね、かき集めた釣り動画、これの5年間凝縮したフルフッキングベスト10、後半戦になります。前半戦は下の説明欄の方に URL 貼り付けておきます。そしてインフォメーション、LINE 限定公式動画、インスタ、ツイッター、その他いろいろメンバーのやつも下に貼り付けておりますので、チェックフォロー、友達登録よろしくお願いします。ということでですね、前半戦はですね、10位から5位までやったんですけど、前半戦は本当思い出に残る動画、僕がこの5年間ずっとスペースモンキーズ TV としてやってきた思い出のある週だったんですけど、今回5位から1位は本当に、ナイスなフッキングプラスいい魚が登場しています。もちろん海外の映像も入り込んでいます。まあ一つ一つね、動画の途中に、ね、僕はね、この時の裏話とかね、ちょっとまあ何があったかとかエピソード、その他いろいろ解説とかも入れておきますので、十分に楽しめる動画になっていると思います。皆さん2020年お疲れ様でした。2021年からの動画のパスリ撮影、そしてスペースモンキーズ TV もよろしくお願いしますということで、挨拶に変えて行ってみましょうか。後半戦スタートです。それでは行ってみましょう、5年間のベスト10動画後半戦第5位、カメラマダムフルフッキング。お手本通りに決まった自己最高記録。神回、主級の魚を釣り上げたルアーと使い方を実践動画で全部見せます。総再生回数 24,172 回、2020年7月20日アップロードの動画です。ご覧ください。これでかいよ。打ってからよ。でかい。よっしゃ。やったぜ。でかくね。あ。はい、ね、この動画なんですけどね、確かに1投目なんですよ。で、ウェイテッドリグの馬力シャットの使い方を、まあ、解説できたらいいななんて思って、思いっきりフーキャストして、1投目にかかっちゃったやつなんですよ。でも、本当お手本通りのベストフッキング。これ本当は俺1位にしたかった。ベストフッキングとしては。まあ、だけど、まあ、次に続々とね、ちょっとエンターテインメント的に大きな魚を見せていかなきゃいけないなってことで、5位。完璧なフルフッキング動画でした。完璧すぎた。続いて第4位。でかい釣り鍋ドンピシャリ。サクッとフルフッキング。超特大なノイケで足元に1回投げたらすぐ釣れたでっかいルアーとは一体。総再生回数 33,428 回、2020年4月23日アップロード済み。ご覧ください。あー抜けたか抜けたか、うわー食った食った一発一発食った、乗らねえ、一撃一瞬乗っとった、ゴンってきた、ゴンって、マジかよ。いやーもう馬力シャットにいけないところ、ゴンって当たりがあったら巻き続けなきゃダメなのに合わしちゃったんだよね。
コーンってきたら巻き続けなきゃダメなんだよ。あ、超荒れてる水色台風ボリュームベイト行きましょう。出たらすちょっと奇跡です。行きましょう。さあこの動画なんですけど、このねタイミングでこのでっかいスピナーベイト OSP の台風に変えて、この水の流れ、この水の濁り、そして季節感、ベイトの動き、バスの居つける場所っていうのが全部アイアイになってサクッというフッキングで一発で決まった動画なんですけど、これね、もうその全ての要素読み展開で本当は1位にしたかったけど4位、フッキングとしては、まあ4位かなっていう感じですね。さあ次の動画行ってみましょう。第3位、夏のザリガニパターン攻略、超ウルトラドエスキューフィールドでじらし技フルフッキング。バス3、夏の賢い足元にいる魚をやばいザリガニパターンで釣る方法に成功しましたので紹介します。総再生回数 55,877 回、2020年5月25日に公開、ご覧ください。バークレーのやつですね。これザ・チャンプクロー 3.5 インチ、これ9センチですね。 HD というね、なんともね、これリアルカラーなんですけど、なぜこれを取り出したかというとですね、ここね足元今はいないんですけど、これ何を狙ってるかというとですね、この足元にバスが頭刺してこっち向いてるんですよ。でそれって何食ってんのって言ったら、足元にこういうねザリガニがね動いているという感じ、それをね食ってるんですよ。でさらに言うと、もっと詳しいこと言うと、鯉と一緒に並んでるんですよ、バスって。鯉が下を結構ね岸沿いもはもはやるんですよね、下を。でその時に跳ねるエビとかザリガニとかを一緒に狙って一緒に動いて食ってるんですよっていう感じで、足元はちょっとショートキャストで、これウェイテッドリグでもうゆっくりズル引き、アクションなしでもうゆっくりズル引き、無防備なザリガニをちょっとイメージしてやろうかな。あ、いたいたいた、あい、あっち行ったね。バスなんか集合してない？でかい。でもあれはむずいよ。岸寄りにライン、あ、いた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 、行ったし、言ったけど、あれは見るんだよね。ああやってね。岸沿いに何か落ちたぞ、つって。で、ラインを今ね、葉っぱに乗っけてる。超反応した、今。ピカンって。これ、食うかも。ああ、離れてく。今めっちゃ反応しピカってなったけどね。反応した反応した反応した反応してる反応してる。あ、食うかも食うかも。食った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 。よっしゃ食った。よっしゃよっしゃよっしゃ食った。よっしゃよっしゃ食ったぜ黒。ハキさんネットください。あ、いいよいいよ、オッケー、取れる、取ってね。はい、この動画なんですけど、夏のねザリガニパターンっていうのをこれ千代田湖でやりたくて、無理って取ったやつなんですよね。で、HD チャンプクローっていうのがもうねアイアイだった。でウェイテッドリグにして、この鎖にちょんでのっけてね、ゆっくりね沈んでポーンと浮いてくるので、ザリガニを演出したら、あ、このドレスフィールドでこのクオリティフィッシュを食ってくれたって、めっちゃ嬉しくて、本当は1位にしたかった動画なんですけど、まあ3位ですね。
で今年は本当コロナウイルスがあってね、いろいろ時期的にも難しい撮影になりましてね、これね、あのカメラマンの萩さんがね手伝ってくださったんですけどね、萩さんほぼコロナウイルス関係からでね参加できなくなっちゃってって感じなんで、萩さんまた連絡ください。今度は長く末永くお付き合いできるようにこちらも支援していきますので、恥ずかしがらずに連絡またくださいということでですね、これ3位ですね。ナイスフィッシュです。じゃあ本当は対戦機次行ってみましょう。続いて第2位、初めての60アップ登場、1日に2匹釣るなんてなんて日だ。さあ第2位は2つあります。まず1つ目、顔でかい魚60センチ級60は本当にヤバい、総再生回数57,506回、アップロード日2018年10月20日。もう1つ、かっこ神回、60センチ級60連発なるか、総再生回数35,665回、アップロード日2018年10月21日次の日です。それではご覧ください。ちょっと細かったね、バスが。白いようなバスだったね、なんかね。白かったね。本当に。この今、ウィードにもさもさ当たってるんだけど、抜けた時にプップっていう感覚があるんだけど、今これウィードっす。俺が徐々にググググググって重くなって、これ。これ。魚、魚、魚。連発。連発。これ。これはかけたよ、ちゃんと。連発。お、割とでかいんじゃないのこれ。割とでかいよこれ多分。ほらほらほら、でかい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 。これ50いった、50いっただろ。これでかい。やべ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 、でけえよこれ。これでかいわ。下顎ちょっと待って、これ、でかくね、これは。顔でか、やった、取ったぞ、取った、でけえ、でかでかでか。いや、これ6いったんじゃない？ 6 あるっすよ。6いったんちゃう、これあるっす、あるっす、あるっす。これ6いっただろう。うわこれ6いったじゃろ全然上がってこないなと思ったんすよこれこれこの感じなんつってしかも見てこのフッキング、やべー、危な、こんなとこ、こんなとこ、ガッツリ入ってますね。これ6の口だよ。ズズ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 と動いてきて、どうどう、ギリ乗っかってない？メジャーピーンとなってるね。なってますよ。ほらギリギリ61ですよ。ギリ、よっしゃー、きっと水打ちが一発目のバラシがマジ神ってたあのね、釣ったんだけど本当はこうやって釣ったとか入れたいんだけど、今ちょっと暑いからちょっと続ける。ちょっと取ってて、お願いします。足場ちゃんとしたい、ガチでバッティングしたいから、ちゃんと一発目の40ぐらいのやつかなはね、ちょっとね、フッキングが甘かったと思う、自分の中でも。がっつりバス食いに来てるな。で、割とそうしたらベイト入っとるってことだよね。で、タイにあるんじゃない？ないないないやろ、ちょっと波動強いんじゃん。いや、ボード B だったらフラッカーさせたらいいんじゃないですか。ちょっとこっち移動します。はいはいはい、水面に。あ、当たった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 、やった、くさ、食ったぞ。お、連発だ、連発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 、跳ねるよ跳ねるよ。いや、割と割とでかいかも、割と。いや、でもそんなに引かないな。うん、連発連発、グリグリグリ。はい、この動画なんですけど、スペースモンキーズ TV 史上初めて60が登場した動画がこれが初めてなんですよ、実は。で、この後本当は考察動画を撮ってもう終わろうかと思ったんですけど、あまりにもその場所が騒がしすぎて、まだボイブしてたから、連発しそうな感じがあるから、もうちょいやらせてって言って、やったら、連発したやつですね。もう一発目は61、2匹目が58だったんですけど、その他全く先行者も後から来る人も誰もいなくて、本当にもう天国状態だった場合ですね。で、本当はこれ1にしちゃったんですよ。2匹釣れるってことなかったんですけど、でも翌年にまた2匹釣れちゃったんで、これを2にしました。さあそれでは1位の動画行ってみましょうか。ラストですね。そして第1位、世界最大級の淡水魚ピラルクを求め、いざ世界へ。
衝撃映像、世界最大級の淡水魚ピラルク海外の池で釣り上げます。総再生回数16475回、2019年11月17日にアップデートされた動画です。最後です、ご覧ください。ホテルの目の前にあるねタイティーを買いに来ました。これちょっと見ていきましょう。こうやって砂糖を入れまして、入れての練乳みたいのをかき混ぜて、思いっきりきましたね。こさでガーって色が変わるわけですね。タイのコンビニで売られている歯ブラシはとにかくでかい。ハバネロ辛さ、ハバネロの。はいよ、これ真っ赤っかするじゃないですか。うわ、ハバネロそのもの。ちょうどこの真ん中のところでピラルクがね、息継ぎをしてボガって出てくるんですよ。ここはですね、ピラルクをはじめ、トーマンで、ガーで、レッドテールキャット、もうでっかい海魚がめっちゃいます。まさにジャングル BKK です。ちょっとカメラお願いします。ありがとうございますテスト中に食った一発。投げてスロー引きっす。一投目っす。うわワンキャスチャンス、ワンキャスチャンス。じゃあピラルクっすわ。ガースか、あ、ガースね。ガツ切り、ガツ切り、ガース。うわすげー一投目投げ入れてからのスロー引きっす。あー、オッケーオッケーオッケー。どうやって逃がす、これ行くよ、レッツゴー。ちょっとちょっとこれごめんめよあーやばい。こうなるわけですね、つったら S ソング S ソング。これソードテールつけてちょっとテストでどんな動きするのかなと思ってボショーン言ったんですよ。で投げて普通に落として1回目の巻きでもうゴンって入ってそのまま合わせてよっしゃー行きましょうか S ソング。1投目テストで釣れちゃった。ソードテール変えて動きを見ようと思ったら釣れちゃいましたね。ちょっと緩いかなって、さっきのファイトでだいぶ緩くなったんですけど、行ってみましょうか。来た、なんだこれは。うわ、ピラルクースは来てる。あれ見たってください、出てます出てます。ピラルク、うわ、すっげえ食いついてる。あ、もう丸飲みしてるな、丸飲みだ。うわ、うわ、OK。オッケー。
オッケーオッケーオッケー。おー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 、うん、ロアはうわー伸び込んじゃってる。エソンエソンはエソンエソン、すげー取れます。取ってやってください。ほほほほ、うん、バーブレスにしてある。バーブレス、すげえすげえ、オーケー、イエーイ、おめでとうございます。失敗あげる、失敗あげる、このために勝ったのとおめでとうございます。ありがとうございます。来た甲斐がありました。いやはい、いかがだったでしょうか。5年間凝縮したベスト10の、5位から1位までの発表を後半でやっていきました。本当にこの長い年月、一番最初に河口湖で始めたバス釣り動画、マスオさんというね、YouTuber、まあ、有名 YouTuber の方、の先輩の方にですね、釣り YouTube でやったらどうですかという声をかけていただき、まあ、それがきっかけで、バス釣り動画を始め、そして歳月が経ち、いろんなタイアップな動画もいろんな各種のメーカー様とさせていただきまして、そしてガンクラフトの平山社長に出会うことができて、まあいろんな人たちのつながりで最終的にタイ、世界へ行って、そして世界最大級の淡水魚ピラルクを釣り上げるまでに至り、今になっています。もう本当にいろんな人たちともうこの釣りがきっかけで出会って、そして、メンバーのジャック君、そしてタケル君、玉江さん、クルル、ジンカ先生、いろんな方といろんなところで出会ってやってきています。で、今年は本当にコロナ禍でね、まあ本当にぐちゃぐちゃになってしまったこの経済、そして世界、健康状態、もういろいろな問題が山積みになった中、2020年やってきまして、いろんな方たちとも、まあ本当にこのコロナ禍があって、今年は俺一人でやるからっていう形で、いつも手伝ってくれてる方、メンバーの方たちに迷惑をかけてはならないということで、いろいろなねことを、まあ難しいものでクリアしながら、やってきました。2021年はどういう年にしたいかっていう形になると、もう全てこれをね抱いて、そして自分で背負って、まだまだ釣りの人生を続くと思います。来年はバス釣り動画をもとにいろんなことにチャレンジして、そしていろんなジャンルへね、こう幅広く動画を撮影して、そして戦いの年、バトルの年、バス釣り業界を盛り上げる、そんな活動をしていきたいかなと思っております。最後の2020年最後の動画になりますが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。来年もっと盛り上げていきたいなと思い、もう1年、伸びるような飛躍の年にして頑張っていきたいと思います。ということで、以上2020年最後の動画ですが、5年間の総集編のフルフッキングベストセレクションでした。バイバイ。よいよ。